YouTube で探して、ちゃんと探して、ちゃんと探して、サイバーカラオケ、サイバーカラオケ、ピラミッドですか。そうそう、カラオケ、カラオケって何カラオケ。カラオケスタジオキラリーです。カラオケスタジオキラリー。いや、もう話の流れが全く分からない。何ですか、これ。だから情熱、上、ここね、今こういうとこ書いてるけど、はい、上坂浜で、はいはいはい、これ埼玉で今、情熱フェスやってるわけですよ。あ、今日フェスなんですか。フェスです、フェスです。で、じゃあ、情熱メンバーがね、この信号のところ立っててくれたから。確かにこの埼玉フェスも楽しいですけど、はい、このカラオケスタジオ、キラリ、はい、ありがとうございます、はい、いや、もうそれ面白いね、サイバー的な空間ですからね。 ありがとうございます、うん、これ今日は何なんですか。いや、今日はだから、その情熱クラブでもね、はい、埼玉エリアの人たちが、見てください、これフェスをやってるわけですよ。ああ、なるほど。そしたら、今日はキッチンカー、そのなるほどデビュー戦ですよ。お披露目、お披露目。あ、すごいじゃない。これ全部言ってんの。情熱サワー。情熱サワー。これですよ。あ、これだ。あら、ほらほら、アイちゃんが、アイちゃんがこう言ってくれる。え、エプロンそうなったのね。あらあら。すごいじゃん。これおすすめなんですか。今ちょっと暑さで飛び込んでる。あれ、お前髪の毛、アイリー髪の毛ピンク色入れたな。全然ピンクにしました。インスタで見てたよ。ありがとうございます。おすすめなんですか。チーズケーキですかね。あ、じゃあチーズケーキ、チーズケーキのブルーベリー味が、はいはい、あとこのドリンクなんかも、これはちょっと結構おすすめ。じゃあこれおすすめの生いちごスカッシュ。生いちごスカッシュ、はい、はい、うわ、すげえ。これ見てきたやつだよ、俺インスタで。これが米粉なの。米粉のワッフル？美味しそう。うん。これ売れる。これ美味しいね。いやいやいや、ね、ありがたいね。だからこのさ、フェスはさ、これからさ、全国回ってくのよ。ああ、そうだ。だから情熱メンバーって全国にいるから、7月は埼玉、9月は、愛知県。で、11月は静岡で。でもその時その時もこのキッチンカーね、登場してきますから。行く、ね、行く。これ好きだわ、情熱クラブ。B ステージさんの、B1 社員、次期社長。社長って今。これ全部ここ、情熱キッチンカーもそうですけど、これみんな B ステージさんの方で、そうです。手掛けたキッチンカー、はい、ああ、みんなカスタムしてるね。そうですね。はあ、はあ、はい、ありがとうございます。お姉ちゃん、どの袋がいいか。これが、今ちょうどお客さんが、はいはい、あ、今、じゃあちょっと見てみよう、はい、子供が中で作って、はあはあ、でまあ、自分たちで食べるか、親にあげるか。今、ちょっと撮影してもいいですか。はい、お客さん、顔映っても大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ゆうかちゃん、いつも家でこうやってお料理のお手伝いとかしてる。あ、ちゃんとしてるの。うん、偉い。いいなぁ、夏休みって感じするね。ゆいかちゃん、真っ黒だね。日に焼けてるね。お、ちゃんとバター。今、ゆいかちゃん何年生？1年生。小学校1年生。あ、1年生なんですか。皆さん、こんにちは。でも、なんかね、もうちょっと大人っぽく見えるね。大人っぽいっすね。それ誰のために作ってんの？お父さんのため？あもう、ゆいかちゃん、お嫁行きます。まあ、じゃあここに、ドカンと。でも、ね、親としても、こうやってね、子供が体験できる場所っていうのはありがたいですよね。そう、ちゃんとパンを出しな。大丈夫だよ。うん。頑張ってごらん。お嬢さんにお待たせしました。お待たせしました。はい。ありがとうございます。あー、いっぺんに食べられた。あー、どうですか。おいしいです。おいしい。もうね、いいからな、お父さんに対するな、愛情が。愛情がすごい。自分でバターも塗ったらな。いや、かわいい、かわいい。どうどう、食べ過ぎた。ありがとうございます。グッ、おいしい。微妙なのよ。
あ、レタスか。レタスあんま好きじゃないんだ。まあそのいろいろと、まあ、ブースね、この情熱フェスさ協力していただいて、はい、キーホルダー、あ、願いが叶うぞ。そうですね、はい、タイではやっぱり像が神聖なんで、はいはい、これ一個一個手作りですか。そうですそうです。わ、すごい、かわいい、願い叶いますよ。で、こっちがハーバリウム。あ、こんにちは。はい、これはまた綺麗だな。お気に入りをお家に連れて帰ってください。そうですね、はい、うわ、綺麗。こちらがこんにちは、工房やシェインズ花さんだ。砂でね、工芸を作ってます。ワークショップ、ワークショップ、語る場。これ何作ってるの。あ、こういうの。あ、材料の化学ってことでシリコンボンドを使って、ちょっとなんかシリコンっていう材料に触れてもらうコンセプトに、あと可愛い、シリコンっていう材料に触れてもらう機会。こんにちは。こんにちは。アロマ系多いな。アロマ系、やっぱりこう女性とね、子供がやっぱ来るの多いからね、お母さんたちも多いな、お姉さんたちが、はい、ね、ちゃんとアロマを。で、こっちもこっちのワークショップ、アロマキャッチャー。多いな。また、あ、これが、あ、公害に苦しむ人たちね。これ最近本当にいっぱいいますよね、公害 ね。はいはい。まあ、これ自然のもので、はい、自然のもので全部作ってるんですね。はい、そうなんです。これ可愛いですね。これ、はい、アロマストーンになってて、ここにアロマオイルを垂らして、はい、香りを楽しんでいただけます。アロマストーン、はい、キャッチャーにして、パフェからね、キャッチャーですね。いやいやいや、それの帽子です。うわ、すごい数の帽子です。すごいな。こういうコンパスがあって、で、これ大事なこれが笛。なるほど。そう、ほんで最悪これは燃やせる素材になってる。へえ。そうそう。これが防災フレス。コンパス。そう。の笛がついてる。笛ね。周りが燃やせる。燃やせるように。へえ。オーラソーマ。カラーセラピー。こんにちは。イギリス発祥なんですけど、はい、あの色彩心理学とか、うん、アロマとかも入っていて、うん、直感？直感です。直感で何かもう目に飛び込んでくるボトルをこう1本。アロマ、こちら愛の呼吸です。え？はい、愛の呼吸というボトルでございます。愛の呼吸、はい、さすがですね。愛でできてます。やっぱり、ね、呼吸をするように。あ、本当だ。そうそうそう、愛だ。そこもうただの愛じゃなくて、もうものすごい広い天からの愛っていう意味もあるし、逆になんか天からの愛があるがゆえに小さいものにも愛を与えられるっていう、そういう色なんですよ。あ、はい、3万本ください。あじゃあそのフェードウッド、そこ、いや、これすごくてね、世界福祉法人のね、これ、はあ、で、この、まあ、小江戸うどんさんって言って、まあ、このうどん、あれ、もう麺なくなっちゃいました。あ、なくなっちゃった、なくなっちゃった、売れちゃった、売り切れちゃったんだ。障害持たれてる方がうどんを、まあ、ついてるっていうか、うどんを製作してるわけです。はいはい、はあ、半機械化っていうか、まあ粉を混ぜたりするのはミキサーって機械がありますし、うん、うどんを切り出すのも切り出す機械があるんですよ。だからそこを障害者になってもらって、で我々スタッフがそこを一部できないところを、はい、援助して、はいはい、で小江戸うどんっていう、まあ、ブランドですね。それを作るっていう、まあ、売り出してる。へえ、そうね。だけど原品売り切れっていう、そうですね、形を見ることできてないですけども、救命講習、ね、子供のね、この子どもの救命講習っていうのは、お父さんお母さんもぜひね、教えて指導してくれてるのもね、情熱クラブのメンバーでして、消防士の方でね。あ、消防士。そう、はい、だからリアルにちゃんとこうやって指導していただいて、はい、受けてくださいよ講習を。はい、じゃあ赤ちゃんバージョン、ちょっとこのね、赤ちゃんバージョンをちょっとちゃんとこの YouTube を通してね。赤ちゃんやったことありますか。ないですよね。赤ちゃんの場合は
胸骨圧迫やるときには2本の指もしくは胸骨って胸骨圧迫ってね、2本の指、まあ、こうでもいいんですけど、こうでもいいです、2本の指で押してあげる、もしくは両脇を抱えてあげて親指で押してあげます。はい、で押す深さは胸の厚さの3分の1になります。はい、なのでちょっとどれぐらいっていうのは体験していただいて感覚をつかんでみてください。これ実際に経験するかしないか違うから。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、リズムその、リズムで OK です。あ、だいたい1分間に100回から120回のリズムで押していくんですけど、はい、今のリズムで大丈夫です。ありがとうございます。はい、そしたら今度両脇抱えてもらった、はい、この親指バージョンでちょっとやってみましょう。同じく30回お願いします。はい、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、 OK です。これを救急隊が到着するまで半分から9分ずっとやっていただく形になります。これ、AED の場合は乳児は、これは貼っていいんですか？はい、貼って大丈夫です。はい、2枚貼っていいんですか？はい、胸と背中に貼ってあげてください。乳児も。はい。赤ちゃんの場合は、はい、口ちっちゃいんで、マウスとマウスっていうよりかは口と鼻と口を覆ってあげてください。自分の口で鼻と口を覆ってあげて息を吹き込んであげるような形になります。はい、ここにもうガボッと口をポンとつけてある。はい。ここにね。はい。優しく。優しくもう口の中に、肺の中に含んだわけじゃなく、口の中に含んだ空気を入れる感じで、口の中の空気を入れる。そうそう。いや、でもこういうのを体験させてくれる場所って実際本当になくて、大人用のね、こういう人形っていうのはよくあるんですけどね、でもこの子供用の人形で体験って本当ね、めったにできないようなものもありますから。もうすぐサルの、サルのパフォーマンス上待ちです。ちょっと正面で見よう。おさりさんをお呼びしたいと思います。それではどうぞ皆さん大きな拍手でお出迎えのほどお願いいたします。 あそこにいる。さあ、であの目線合わせても全然大丈夫ですかね。目もしっかり見てあげてください。はい、立ってください。でこれ最後ね、はい、気をつけて最後ね、そう、触れ合うことができる。せーの、ありがとうございます。何回も、すごいね、本当に劇団四季で主役やってるの。心が現れた。はい、皆様大きな拍手で。実際さ、はい、ね、こう酒飲んでね、喋、うん、り出したら、はい、ね、まあトークライブなんじゃねえかと思ったけど、暑すぎて何にも喋れない。でもね、久しぶりにファンの人たちともね、うん、なんか触れ合うことができて、ね、楽しかった。まあトークライブじゃなかったな。はい、撮影会だったな。撮影会ですね。でもありがたいな。見てよ、完売しました。全部完売した。完売しましたよ、もうみんなね。このフェス、お疲れ様です。この情熱キッチンカーね、はい、普通のただのキッチンカーじゃありません。もちろん子供食堂をやるためにも全国を回らせていただきますよ。ね、ですけど、まあ災害時にね、防災カーとしても使えるようにですけど、ね。ちゃんとこの、まあ、ね、電気の供給できるバッテリーとかもそうですけど、ガソリンの方でもね用意してますけど、でもちゃんとこうプロパンガスとかね、はいはいはい、はい、いつでもその炊き出しがねできる状態で常に走っておりますんで、ね、はい、災害時はこのキッチンカー、防災キッチンカーとなります。はい、こういうところにですね、災害した人たちのね、誰々とお父さんとお母さんとは連絡つかない人たちはね、ここもボードとして使いますんでね。あるんですか？そうそう。で、もう緊急の時にここに電話をかけてくださいと。で、今日一日情熱フェスね、はい、お付き合いいただいてありがとうございます。はいはい、もっとね、その今後ももっと町とのねコミュニケーションを大事にね
やっていきたいと思います。次は9月に愛知県で。なるほど、はい、でそこにもまあ僕ね参加させていただきますけどね。ああそうなんですね、はい、今日なんか本当に酒をみんなと一緒に飲みながら喋ろうと思ったけど、はい、暑すぎてもそのモードじゃなかったね。そうですね。でもたくさんの方ね来ていただいて本当に感謝いたします、はい。